ドクターゲームベストマッチ、医者なのに天才ゲーマー、北条 M エグゼイドイエイ、プロンパパパンプロン。こんにちは、アスモンジャーです。実はですね、ライトアップフルボトルキーチェーン01が出たら、このエンプティーボトルですね、これを塗装して仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルのこのエグゼイドフルボトルを作ろうと思っていたんですけど、残念ながらですね、発売が延期になって、まだ発売予定が未定みたいです。というわけでですね、この中から作ろうと思うんですけど、形的にはですね、ウサギかハリネズミあたりでしょうかね。この辺が段々になってるところが使えそうですよね。ちなみにですね、テレビくんの27ページの写真と並べると、だいたい一緒なので、これを切り取って貼り付ければできそうです。ただどっちを使うかですよね。まあ、しいて言うなら、まあ、ウサギの方が近いんでしょうかね。まあ、キャップ的にも悩みますね。とりあえずちょっとこれ切り取ってみますね。切り取りました。サイズ的にはですね、この E のやつはですね、このぴったりなんですよね。で、このこれですね、これはですね、ラビットがですね、ウサギの耳でここちょっとの細くなってるんですよね。だからこれあとちょっと不格好ですよね。ちなみにですね、ハリネズミの方だとこれぴったりっぽいですね。ってことは、これのキャップとここをシルバーで塗装してピンクで塗ればできそうですよね。ただですね、やっぱりもうここ、ま、全部使っちゃうって手もありますよね。ちょっと試しに切り抜いてみますね。ですね、切り取りました。これはですね、やっぱりぴったりなんですよね。これはやっぱり塗装してですね、これだけ貼ってちょっとハリネズミバレバレになってしまうより、まあ、こっちのハリボテの方がなんか出来がいい感じがしますね。それじゃあですね、試しにですね、これちょっとテープで貼っ付けてみますね。おお。ちなみにですね、キャップの方はですね、これ若干これちっちゃいです。ちょっとこれはみ出てしまいますね。まあ、ただちょっと下から見ればギリ隠れます。セーフですね。というわけでですね、最初は塗装するつもりだったんですけど、まあ、これで十分な気がします。ただですね、これフルボトル1個しかないですけど、これどうするんでしょうね。どうやって使うんでしょうかね。ちょっとですね、ネタバレ情報になってしまうんですけど、そういうネタバレサイトによると、ドクターとゲームでエグゼイドになるっぽいですけど、これ単体でエグゼイドですからね、これどういうことでしょうかね。ちょっと調べてみたんですけど、わかりませんでした。多分ですね、映画を見たらわかるんだと思います。というわけで、エグゼイドフルボトルっぽいものを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。